きチャンネル。ちょっ。こんにちは。十二球団別10億円選手。第二弾、はい、はい、第二弾です。はい、まあ、前回はね、10億円選手、うん、こうフリーですけども、はい、まあ、ちょっと残念なお知らせがありまして、はい、やってる途中には気づかなかったんですけども、はい、ロッテ、ヤクルト、楽天、誰も選ばれなかったという。え、そうでしたっけ？はい。3球団？3球団の誰も選ばれなかったらしくて、はい、何も気にしないでね、俺と袴田さんが期待値のある選手をランダムに何も気にしないで、選んだら、はい、ヤクルトとロッテと楽天は誰も選ばれなかった。何も考えてなかったですね。まあ、あと年俸の兼ね合いもあるからね。そうそうそう、上がりやすい球団とかもあるし、セーブもですね。あ、セーブも誰も選ばれない。あ、セーブも誰も選ばれないらしくて、うん、っていうところで、はい、4球団誰も選ばれなかったらしくて、はい、まあ、それは仕方ないよね。あ、そうですね。年俸の兼ね合いもあるからね。そうそうそう、あと複数年契約とかね。そうそうそう、でだから今回は、はい、12ポジションあるから、はい、先発リリーフ抑えね、うん、でキャッチャーから DH まで、はい、12ポジションあるから、うん、各チーム1人は絶対選ばなきゃいけないポジションランダム、うん、はい、で、今年もしくは昨年、うん、今がね4月26日だから、うん、今年もしくは昨年守ったことあればもしくは投げたことあれば、はい、そのポジションで選んでもいいっていうね、うん、ルールですから、はい、で予算は10億円です、うん、わかりました、はい、はい、で今回は前回はねピッチャーから取ってきましたけども、はい、今回はランダムで好きなポジション、うん、好きなチームから取っていいっていうね。はい、わかりました。でもその1チーム1人だから。はい。1チーム1人。はい。だからどこから行くかなんですよね。そう、どこのチームの誰からどのポジションから行くかによって、うん、今後の運命が決まるから。はい。欲しい人から言っていく感じですね。そうそうそう。はい。だからもう名前で。はい。じゃあ1巡目決めました。え、決めましたもん。はい。じゃあ俺も。これまあここからスタートしとこうかな。いきますか。 OK、 はい、いいよ。はい、じゃあせーのですね、うん、せーの、塩見。おー、塩見、はい、センター、はい、ヤクルト、はい。じゃあ私、ね、ファースト大山です。7100万円。私2億、うん、8000万円。8000万円、うん、もうビッグマネーでいきます、うん、はい。で、第2巡目決めました。いいですか。はい、いきますか。これにしよう。はい、せーの、栗原。あー、おー、俺栗原。なるほど、うん、ソフトバンク。サード。サード、はい。私は抑えで栗林。栗林ね。俺も栗林を手定してたけど、はい、そう、抑えが他にどうしようとなったんでもう先行こうと思って。どこだ、広島、阪神で、まだまだ佐藤さんが、うん、今サード、うん、栗原、うん、あれ最初が誰でしたっけ？センター塩見。そうだ、センター塩見ってことはヤクルト、ソフトバンク、あとでいいってことになってくれますもんね。うん、そう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 。はい、いいですか。はい、せーの、小深田。はい、セカンド小深田。おお、私は先発戸郷選手。戸郷ね、はい、ポスティングしろ。ポスティングあるよ。ポスティングあるよ。まだしないでしょ。ポスティングあるよ。出さないです、まだ。ポスティングあるよ。まだ出さない。でも私もうかなりビッグマネー使ってるんですよ。そうだ、戸郷投手1億8000で、栗林投手も栗林1億1500万。で今全部1億円台いっちゃってるんで、じゃあ8500万。今もう6億使っちゃった。3人で6億使っちゃった。早いね。俺なんてまだ大丈夫、もう2億2000万、2億3000万ぐらいしか使ってないよ。でももうこっからもう、抑えていくんで、やっぱ欲しい人を先に行くっていうね、うん、でもうそんなにお金使ってんだ。はい、じゃあもう俺も高いところを無理に言う必要ないね。取れないんだから、どうせ、はい、うん、うん、全然。あれ今しよう、セカンド小深田ね、うんうん、楽天、うん、うん、もうこれ前回かぶった巻き取れないですもんね。取れない、もちろん。そうですよね、うん、うわ、うまい。はい、決めました。いいですか。はい、せーの、関根。佐藤龍生。これ、はい、関根、はい、DeNA。 私、西武佐藤で、うん、OK。 関根ね、うん、あ、レフト、ライト、どっちですか。うん、あ、ライトです。ライトで、はい、関根、うん、佐藤龍生、うん、サード、サード、うん、2200万です、うん、これ6100万円はい、6100万、うん、関根ね。
なんだよね、うん、ってことは DeNA は後でいい、うん、決めた。あ、またあ、OK、いやもう俺はね、一つの不安がもう払拭されたわ、はい、え、なんですか。いやいや、あ、ここ取れるかなっていうところですか。もうそのチーム行ってくれたからとこがあるから、あ、じゃあもう絶対取れんだ、よかったと思って、うん、他なかったと思ってよし、じゃあ、うん、ポジション、ポジションとの兼ね合いもあるんですよ。うわ、このポジションどうしよう、今ちょっとポジション悩みしてます。取られちゃったから。そしてもうすでに取られてると取れないとこ、そしたらちょっと待って、俺変更しよう。変更？予定変更するわ。ウルトラシー思いついたから今。よっしゃ、いいの思いついた今。あのちょっとポジション的に問題が起きてきたんですよ。いやだからさっき取っとかなきゃいけないんだよ。そのあのそんなのあの大げさに言うと抑えなんてあの栗林じゃなくても矢崎でも島内でもいけたんだよ。いやでも栗林が良かった。だからその他のポだから替えが効かない。じゃあ俺で言うとね、セカンドなんてもう小深田が欲しいで俺はあのまさに今セカンド全球団探してるんですよ、うん、今。そうだ、他のバランスが俺は崩れちゃうから、もうセカンドは小深田だけが欲しかったの俺。そう、ないっすからね。うん、ないっす、いないのよ。そう、いないの、うん、セカンドが牧原取られちゃってる。そう、牧原がいないから、うん、だから俺もう早めに取ったんだよ、小深田にしたんですね。一応一番最初に俺をヤクルトの塩見取ったのは、うんうん、ヤクルトも塩見がいないのよ俺、うん、正直。まあまあありそうな人が、ね、うん、外国人になるからね。うん、外国人とビッグマネーの人たちと複数年契約の人たちになってくるから。セカンド本当にいないな。であとあの関根もいないのよ、もう DeNA も。うーん、お金がいっぱい高いからいないですねで俺はもう買いが利かないとこから取っていってんのよ。でソフトバンク栗原もいないのよ、もうホークス他に、うん、複数多いし、ね、うん、だって牧原周東いなくなってて、うん、で佐藤さん結構ホークス取りましたもんね。うん、で近藤柳田とか取られへんやん、うん、取れない。で山川も取れんやん、うん、で甲斐もおらんやん。だもうないねん。いないですね。だそうじゃピッチャー取るしかないやん。うん、うん、だから俺はもう他のもう替え効かないところから取っていってね。で他はもう流動性効くから。でもまあそうしたらセカンドの人は難しいですね。いやいや、もう余った球団から行けばいいや。余ったとこからでもう誰でもセカンド守れそうなやつ入れられいいだけで。うん、そうですね仕方ないから。なのでもう欲しい人行くしかないですね、うん、もう次は。じゃあ、あ、じゃあもう決めました。はい、せーの、トング。おー、私はオリックスで福田にしました。トング、DH。 DH、 うん、私、福田周平。あ、トングーファーストでもいいな。これ後で決めよう、はい、どっちにするか。うん、トングーファーストでいいか。じゃあどっちでも大丈夫ですよ。どっちも大丈夫、これも、はい、どっちも大丈夫です。うんうん、うんうん、そうそうそう。続いて、はい、いいですか。ここ行こう、はい、せーの、山口。松本ゴー、ま、ま、松本ゴー、ね、うん、私ロッテ山口で、レフト松本、レフト、はい、ロッテ山口、うん、俺だってもうほぼ被ってないから、うん、俺も多分そうですね、もう被らないと思う。あと多分俺は今楽天、ソフトバンク、日本ハム、中日、DeNA、オリックス取ってるやん、うん、で、袴田さんが阪神、巨人、広島、西武、ロッテ、うん、取ってるやろ、はい、あと俺と袴田さんが取り合ってないのあの中日だけやね、はい、でも俺多分袴田さんが取んないところのポジション中日取るから。もう取ってるポジションのとこってことですか。そうそうそう。あ、じゃあもうかぶんないです、ね、だからもう絶対かぶんないから、うん、もうあとはじゃあ発表してきますか、うん、俺もじゃあ言うね、はい、俺もう決めてるから、はい、お願いします。あ、もうかぶんないからね。絶対かぶんない、うん、はい、でもワン、あ、去年の守備以外考えたらもしかしたら取れる可能性もあるっすよ。何が。まあ今はいいさ、いいさです、うん、俺はもうかぶらないから、はい、ピッチャー先発阪神村上、うん、6700万、6700か、うん、私もこれはもう爆上がりするから、はい、今年も、はい、でこれはもうチャレンジで、はい、守護神、はい、ライデル・マルティネス、おお、2億円、
今年で複数年契約切れます。おー、そうなんだ。2022年から3年契約の2億円で今年で切れます、うん、2億円なわけないんで、はい、まあ、でもキューバだからアメリカ行くってなると亡命になっちゃうから、うん、亡命せんと思うね俺は。さすがに、はい、しかもこの複数年契約が切れ時点で亡命ってめっちゃしにくいと思うね、うん、あの油断されないから。ライデル残るのかな。残ったらもうそれは爆上がりかな、うん、そうだって2億円じゃないからもう。そっか、うん、これがウルトラシーですか。そう、お横取りもあるからね。はい、栗林行ったから、うん、絶対中日もう行けると思う。じゃあもうライデルにしようって、うん、あ、そっかそっか、うん、そう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 、なるほど。最初はあの島内矢崎も考えたんだけど、うんうん、でもあの他いたから、はい、でキャッチャー、はい、西武古賀、うん、おー、あー古賀行ったか、なるほど。だから俺も佐藤龍星行ったから。あ、そうですね、あ、そういうことか。俺絶対キャッチャーす、俺キャッチャー古賀取れるかどうか心配だったのよ。確かにそっち行けばよかったな。キャッチャーがちょっといないから、はい、俺はもうキャッチャーが古賀か岸田もあったんだけど、うんうんうん、いや巨人で岸田使うの嫌やなと思って、うんうん、だからこれ、うわ古賀ちょっとミスったなここうわ考えてなかった、キャッチャー考えてなかった。で、はい、あのショート、はい、広島上本、はい、おー上本、うん、あとはリリーフと DH だけなんだよ俺、うんうん、でリリーフは巨人、はい、俺ねバルドナードがね、うん、高橋玲香で迷ってんだよね。あ、俺バルドナードは9000万円なの、うん、で複数年契約俺の情報では結んでなかったの、うんうん、で今年のピッチングから言うと来年残留はほぼ間違いないと思うの、うん、メジャーに変えるかどうかだけの問題だと思うの、はい、そう問題はバルドナードね、うんうん、で高橋玲今調子いいじゃん、はい、今ね先発で調子いいですからね、うんうん、で高橋玲4300万、うん、はい、バルドナード9000万、うん、いやこっからの調子でバルドナードが調子落ちるようにも考えにくいし、うん、俺ここねバルドナードで勝負するわ。来年もジャイアンツに残留と、はい、大丈夫ですよ去年今中の1億4000万マイナスからスタートしましたから俺ここバルドナードでちょっとチャレンジするわ。はい、了解しました。え DH、うん、ロッテなんだよ、はい、俺だから誰でもいいのよ、はい、ポジションだから、うん、だから、まあ、今のロッテの現状を考えるとまあ上がりそうなのでそこそこで言うと俺高橋あの佐藤俊也かなと思ってる、ね、うんうんうん、今結構打ってますよね。そう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 、うん、でまあ試合には出るから、はい、給料が下がるってことは怪我しない限りないと思うんだよね、うんうん、あの4350万円だから、はい、だから俺はもうここは DH 佐藤、うん、外っていうのもあるんだけどね、うん、来年契約するよ1年契約だもんね外もね。でこっから来年他の球団に行くことはやっぱ考えづらいと思うね、うん、そうですね、うん、で外組み切らへんと思うんだよね、うん、これチャレンジやな外は、うん、外か佐藤どっちちょっと考えるわ中野さん、はい、私じゃちょっと考えますね。外は取れないと思うなんで年俸2億年俸がもう俺超えてる10億円今9億なんですよ。おお結構いってんねん行かないと思ってポンポン選んでたっていう、うん、結構いってんねん必然的に年上になっちゃうんですね。9億もいってんの、はい、誰でそんないってんのライデルでまあ2億使いましたしね、うん、そうなの9億いってんだじゃあもう佐藤俊也になっちゃうわそうですねもう必然的にじゃあ佐藤俊也にしとこうそうですね、うん、友杉っていうパターンもあるんだけどね、うんうん、キャッチャー誰行こうかなあ、じゃあキャッチャーで私もとっても安い田宮選手行こう。いやもうそこしかないやろ、うん、俺はキャッチャーはもうでもあれもあるよん。もうそれね、いや一瞬佐藤俊也選手迷ったんですけど石原もあるよ、うん、ありますね、うん、ありますよ、うん、俺友杉にしようかな。でも私楽天は小郷に行きたいのもあって俺友杉にしようかな。楽天小郷ですか。いや今ね楽天は小郷キャッチャー日本ハムタミヤで中日をリリーフ斎藤にしてあとショートかショートと DH したら DeNA とヤクルトじゃあヤクルトはちょっと長岡にしようかなショートであとちょっと DeNA 考えます。俺も佐藤俊也にしとくわ。はい DH ね、うん、うん。これで俺完成だから誰えあの誰でもいける DH っていうあ DH だけだでも DeNA なんですよ DH セカンドセカンドはえセカンドセカンド誰いるんですか。
あれ私セカンド誰にした、あれじゃあ私ショート、セカンドずっと迷ってたんですよ、そうだ、あとどこ、セカンドと DH、あとセカンドと DH、 チーム DNA と、 DNA とどこが足りないですか、私ソフトバンク、あソフトバンク、ね、宮本だから柴田とかじゃん、林とか、林とか、戦略 石上、じゃあセカンド DNA で石上選手、はい、でも今ピンチだからね、1軍に戻れるかどうか、うん、そうなんですよね、最初ねめちゃくちゃ良かったですけど、うんうん、であとじゃあソフトバンクから DH を選んで、うん、あウォーカーでもいいなウォーカー1億使って、あこれに石上セカンド守ってんの、守ってます、マッキー交代した今年まだしませんでしたっけ、いや分かんないけど、じゃあ佐藤さんが選んで自分で選んだところだったら変更 OK ですよね、んどういうこと、人を変えちゃダメだよ、あれです、ポジションを変えていいけど、じゃあもうそれぞれだねってなった時からは変更していいですよね、ああそうそうそう、楽天を変えるとか、ああそれは大丈夫、そしたらセカンドを茂木にしようかな、じゃあ私セカンド1試合守ってるんで茂木にします、うん、楽天茂木、セカンドを石上守ってないね、うん、そしたら楽天の茂木にして、オフをやめます、林と柴田しか守ってない、うん、茂木が、うん、茂木6000万、うん、ここまで石上セカンド守ってなかった、で今年茂木選手ママ出てるので茂木で、DNA がでライトの小郷を渡来にします、あと DH、 あと DH ソフトバンクで、ソフトバンクで川村ウォーカー、まあ、どっちでもいいですよ、もう DH も渡来も、あウォーカーにしようかな、あと年俸じゃない、はい、多分私全然取ってないのでいける気がする、ウォーカー8億4700万、そしたらじゃあ私 DH ウォーカーにします、うん、やっと埋まったウォーカー、ウォーカー来年いなかったらどうする、もうこれはもう一か八かですよ今ウォーカーと川村の戦いだからね、はい、ウォーカーとか、まあ、川村は絶対上がるけど、うん、爆上がりはない、うん、ウォーカーは一か八か1億5000あるかもしれないからウォーカーで、はい、はい、さあということで、ああ決まった、はい、はい、悩んだポジション難しかった俺だってほぼほぼ思い通り取れたもん、全部書いてる通りだもん、はい、うん、俺書いてるの取れなかったの栗林だけ取れなかったから、うん、俺本当はショート借りしていこうとしてて、おー、うん、今年いいから、はい、中日枠で、うんうん、でも栗林が取れない時にあれライデル取れんなと思って調べたら複数年終わってたから、はい、この抑えマルティネスにして、うん、でショートを上本にしたっていう、はい、だってほぼほぼ書いてるやつで通りだよ、そうですね、うん、すごい、あんま被んなかったですね、やっぱりせーのでいかないと、まあ、これ被ることあんまないですね、あとはその取られそうなところから取っていったから俺、うん、私も本当に欲しい人から取っていったんです、だから袴田さんの一番の間違いは戸郷を誘って取ったことやな、そうなんです、それだったセカンドで吉川行けばよかったっていう、もうそこのミスだったな俺はもう他いないとこだ、ヤクルトはもう塩見以外いないんだよね、うん、取りたい選手が、うんうん、正直そうですね、うん、だからもうで中日もいないのよ、はい、正直、うん、だからもうカリステやなと思って、うん、もうカリステショートになって、はい、で楽天もいないから、うん、で外野の松本とか取りたかったから、うん、小深田もう楽天小深田しかいないなと思ってあと何気にロッテも佐藤俊哉しかいないなと思って、佐藤俊哉はファーストに置いてたからね、はい、最初私楽天は小郷選手とか村林選手取ろうと思ってたんですよ、うん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 、でも最後の方でいけるなと思って、うんうんうん、あとやっぱキャッチ西武の小賀やな、うん、そうですね、私そこ行けばよかったなそれな、じゃあ私は俺キャッチャー小賀取れてたら、うんうん、まあ佐藤俊哉はキャッチャーにするしかなかったけどね、うんうん、でもまあちょうど日本ハム選んでなかったんで、タミヤ選手で、うん、ちょうど良かったんですけど、で結局戸郷投手、斉藤投手、栗林投手で、大山、茂木、佐藤、流星、長岡、レフト、山口、センター、福田、ライト、渡来、DH、ウォーカーですね。山口レフト守ってた、守ってますよ、え守ってますよね、昨年ですか、うん、昨年イメージ全くないけど、ライトかな、ファーストとライトのイメージしかないけど、山口、ロッテ、分かんないよ、分かんないよ、1試合ぐらい守ってる可能性あるからね、私なんかレフトって入れてたんですよ、去年レフト多分守ってて、去年レフトも結構守ってます、お、いや、よかった、はい、あ、いいね、よかった、うん、
回多分山口じゃないですかね。はい、レフトです。さあということで、はい、こちらです。はい、はい、次回はアンダー24。いやもうやばい、もう選ぶの、はい、予算5億円です。はい、はい、ありがとうございました。